信長の野望を。新生 PK。柿崎さんを仲間にしようと総負け進行をしたのに武田に従属合併されてしまった我らのフェニックス。そして西の平定を急ぐために大友との同盟を締結。では防衛の緩んでた三好をフルボッコするぞ。清高を援国投用しました。おお、これはノップを抱え水軍のクッキーじゃありませんか。胸毛がセクシームキムキマッチョの15歳海賊が仲間になった。白攻めは白地城に集結してた三好勢と小田さんが激突、合戦じゃあ。集結言うても敵4部隊だけ、ギリー風弱だな。とりあえず完全殲滅。無慈悲な数の暴力。そして無慈悲なジェノサイドに威風が吹く。お、そこそこ広がったな。五軍ゲットと二条同様。いい感じの成果。に水を差す武田の跳躍。また一気か。いい加減にしてくれませんかね、いろんなところで一気合い込んでちゃってるよ。落ち着け早口になってんぞ。国衆さーん、一気鎮圧をなしゃーす。一気鎮圧アウトソーシングサービスに連絡だ。白地城の城主を佐船が当家に降伏したいとのこと。能力的には可もなく不可もなく、所領&10年で集落掌握維持で交渉成立。ちょうど人手不足だったからありがたいぜ。白地城を攻め落としましたぞ。そろそろ米がちょっときつくなってきたかな。継戦するなら援軍がいるな。そして同月将軍様が天霧城の攻略も成功。順調順調。勢いそのままに川之江城に進軍、タイミングを見計らって合戦。兵力3倍楽勝だぜ。そういえば戦国最弱と揶揄されてた小田さんも、元近くんを大官で連れてるので捨て若干高めです。今回は千代女ちゃんや大元節祭に、大道寺正重に足利義晴と強いメンバーが勢揃い。いや将軍様はネームバリューだけで強くはねえだろ。これはしたり。そして戦況はせっかく矢が放てる高台あるのに、敵が動かざること山のごとし、特殊要所の意味がねえ。要所取り放題で引き上がるからまあよし。近づいたら菊地投入してきたので一部隊ずつ囲んで処理。敵対象多いし、重視しております。しれっと元近くんのお父さん、長祖壁国近を撃退。多いし、重視して動かず。百波ぁ、フルボッコでそのまま軒口破壊だぁ。これには村上水軍村上義忠も撤退。敵対象多いし、この状況で動かなくていいのか。そのままにらめっこでおなしゃーす。そして敵対象大石が動かぬまま、軒口破壊してゲームセット。大石、あいつ何がしたかったんじゃ？知らん。結果無駄な損耗もなく勝利。ほぼ敵の自滅だ。そんな薄っぺらい勝利でも威風が発生。しょ、お一軍寝返り一条出陣不可。かつてないしょぼい威風だ。さあ敵兵は打ち払った。城を落城させるのだぁ。はい、武田一騎おかわり一丁。鎮圧中はやめれ。おかわりもう一丁。こらやめたまへ。武田の地味な嫌がらせを受けつつも、川之江城、カンラーク、四国遠征五条目をゲット。もう一つくらい落とせそうだけど無理せずここで全軍騎乗。第一回四国遠征、終了。今回の遠征で元近くんが侍大将に昇進したので岸和田城の城主に任命。ああ、元近くんがいないとわしのステータス下がっちゃう。茎とかいうムキムキの新入社員を大官研修に回せば、少しはマシになるから我慢しろ。で川之江城付近はガッチガチに防衛設定。弱体化した三好じゃもううちには攻められんな。さて現在の状況を確認。で北条の兵力20万超えとな。北条今川の拡張速度がやばいな。こりゃ早めに今川氏との同盟切って東に進まないと面倒なことになりそう。わし小田城に帰れる？少し雲行きが怪しくなってきたぞ。武田三好はもう抵抗できないだろうし、次は放置して東にしようかな。どこ攻めるか迷うな。武田攻めるにも信玄が防衛するこの隅城攻めるのは大変そう。武田家より先導を受け、武田山城で一騎が発生。こやつ。この跳躍連打を放置して、今川攻めるのはストレス溜まりそうだ。武田家より先導を受け、高田城で一騎が発生。2ヶ月連続。武田め、挑発しておる。武田家より先導を受け、津山城で一騎が発生。屋上へ行こうぜ。久しぶりに、切れちまったよ。3ヶ月連続一気にブチ切れ、有無を言わさず武田征伐が決定した瞬間である。そして戦の準備をする中、結婚の準備を始める宇治春。11年戦い続けてわしもう27、いい歳になってきたんだから別にいいじゃろ。お相手は先日宿老になった、伊達さんちの娘さんのおなみちゃんですか。お相手17歳年の差10歳か、ギリギリ前田利家が殴り込みに来ないレベルかな。末永くお幸せに。さて結婚のお祝いを始めようか。武田の血祭りでなぁ。
ひゃっはー、結婚式だー。物騒な、もっと祝福する感じで祝って。それはできません。度重なる跳躍ですでにストレスがマックスなのだ。城を厳選し9万ほどの征伐軍を編成。武田ー、けじめの時間じゃあ。あ、愚心でボンバー松永の引き抜き来た。運が良ければ出戻りするかも。っていうかこいつしれっと武田におったのか。うおうおう、武田の首を取るのだー。はい、武田家より先導を受け、高田城で一騎が発生。ほんとバグじゃねえのかってレベルで跳躍しやがって。許さんぞ。松永久秀は引き抜きに心が揺らぎつつも、もう一押しが足りぬ模様。お、爆弾上直弾か。城主で雇えないから淡路島20年受刑で。おい。島流しならそう簡単に再出奔できまい。出奔常習犯だからまたしれっといなくなるんじゃね。でこの隅城の攻城戦を始めんと、三方向に布陣してる最中に敵の援軍が到着。相手は鍋島直茂約2万。とはいえこちらも城攻めする戦力連れてきてるので、楽勝でござる。スタメン選べるくらい部隊数に余裕あり。城攻め前なのに4戦ほど兵力削られちゃった。まあ鍋島相手じゃ仕方なし。出陣した全ての兵がこの隅城に到着した。総攻めと参るぞ。我らが優勢は明らか、敵に降伏を進めますか？ああ、今さら降伏とか許すわけあるかー。一騎連打の恨み、武田をぶっ転がせー。城攻めする前に敵の防衛施設をチェック。むむむー、一番厄介な聖楼があるな。聖楼は時間経過でダメージ増加するから厄介だ。この鉄砲蔵も時間でレベル上がるけど、鉄砲使えるやつ少なきゃ平気。あとは陣太鼓と牢が二つか。牢も地味に範囲ダメージあるから突っ込まないように注意。敵戦力は軍第1部隊あるけど、信玄筆頭にそうそうたる顔ぶれ。信玄の防御136筆頭に強いやつ結構いるな。それでは宇治春おなみちゃんの結婚式、かえええん。いやそんな物騒な式すんな戦場だぞ。神父父立春宗さんは、迂回して牢の破壊をよろ。禁足事項。遠路はるばる式に参加してくれた朝比奈さんは、別ルートから牢へ進軍。元近くん大道寺はまっすぐ進んで敵の様子を見つつ敵に対応よろ。でお次は南、一番厄介な聖楼がある。でもこの位置なら無視して OK。祖豪さんと佐竹は聖楼を無視して、ゴリ押しで陣太鼓の破壊に進めー。小畑と千代女ちゃんは強撃狙って進軍して、聖楼の破壊をよろ。小田さんは牢の攻撃範囲の手前で待機。牢の類は割合ダメージなのか、兵力多いとゴリゴリ削られちまって被害大きくなるから注意だぞ。心得た。斉藤高政と節斎は鉄砲蔵の破壊をよろ。さあ跳躍連打の報いを受けてもらうぞ。皆の者を、ここに地獄を作れー。ヒーハー、焼き払えー。禁足禁足朝比奈さんが接敵、元近くん大道寺はいい感じにフォローよろしく。城門の射撃範囲だから注意して進めよ。下側も接敵したけど、近くにいる信玄は見守ってるだけ。動かざること山のごとし。左の方は軍隊しかいないし早々に片付きそう。だな。ああ、佐竹がレベル3鉄砲食らった。鉄砲蔵の効果やいかに？ 135 のダメージ。これぐらいなら許容範囲だな。じゃ敵へばってきてるし祖豪さん佐竹と交代。ガツンと一発やっちまってください。こっち側は二人しかいないから、敵に交代しないとすぐへばるぞ。そして無人だった鉄砲蔵、破壊。これで士気回復、敵の鉄砲の発動も減るな。ひゃっはぁ、城門前がガラ空きだ、そのまま突っ込めー。我らの三方向攻撃に振り回されて、武田の守りに隙ができてるぜ。禁足事項。我らの軍神朝比奈さんが武田の有名足軽大将、西武様笹田を撃破。こいつ何気にいつも活躍してんな。史実でも謀反の疑いのあった井直親を襲撃してぶっ転がしてるし、なかなか荒っぽい人なのかも。後の徳川四天王直政の親父やったのこいつかよ。あ、千代女ちゃんが牢の破壊成功。式もぐぐっと上がったし小屋か近くだぜ。夫大道寺が混乱食らってる。元近くん救援よろ。そのまま城門破壊しちゃって。伊達も牢の破壊成功だ。勢いそのままに本丸も落とせー。勢いづく織田軍の熱気に、姫和子と呼ばれてた男が覚醒する。鬼和子を。防御上昇兵力回復。継戦能力高い能力。さあ武田はもう虫の息だ。鉄砲、放てー。節斎がハッスルしてるぜ。鉄砲レベルも4。さらに節斎固有戦砲を発動。浮遊文字。ハイドヤ顔の流し目いただきました。浮遊文字、悟りとは言葉で伝えるものではないとのい。流し目で伝えるもんでもないだろうけどね。こらこら。てか以外にも祖豪さん学戦、ちょい下がって休んでー。
あ、やべ、縄文の範囲攻撃忘れてて、皆で縄文前に集結しちゃった。丸い黄色のラインが攻撃範囲だからちょい下がって、うっかりで結構な数が削られちまったぜ。右側の縄文はそろそろ破壊できそうかな？とよそ見してたら佐竹がやられてたけん。なんと、体力ゲージまだ半分あるのに諦めはえな。根性が足りん。っていうかハマって撤退できてないから祖豪さん救出よろ。たまにあるよなこういうの。そして鬼は小本地下縄文破壊。よっしゃー、本丸に乗り込めー。ランドリだー。一気連打の賠償を払ってもらうぞ。奪えるものは奪い尽くせー。大切祭も縄文の破壊完了。本丸にいる信玄を強撃で袋叩きだー。小田さんと千代女ちゃんも本丸に突っ込めー。総攻めだー。おや？これは武田最後の抵抗か？織田家に徹底抗戦するぞと意思表示、風林火山。苦戦してた下側も祖豪さんが稲留を撃破。残り兵力がわずかだがなんとか佐竹も生き残ったな。そしてみんなで本丸で大暴れしてついに信玄を撃破。数の暴力の前に風林火山とても意味よ。最後の美味しいところは織田さんがゲット。これにてこの隅城工場戦、終戦。戦国最強の守る城を力攻めで落としたぞ。勝ち時をあげよ。かーあったどう。圧倒的勝利、と言いたいところだけど半分くらいやられてもうた。工場戦だとどうしても被害出ちまうぜ。織田氏春結婚式にご参列の皆様、上空をご覧ください。織田家繁栄を記念し、黄金のケツ花火の打ち上げです。あ、織田さん、威風の範囲とかぶってますよ。どけ見にくいだろ。不審なのに扱いひどくないか。宿敵武田さんから贈答品として、お城2つと14の軍をいただきました。この隅城もゲット。白攻め1回で3城か、被害は出たが悪くない結果になってよかったぜ。では武田の本拠この隅城を落城させ横長になった領土をどうするか考えつつ今回はここまで。続きが気になる、面白かったと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。嬉しいです。連続で跳躍を仕掛けてきた武田を、見事ぶちのめすことに成功した宇治春。さあこの後はどう戦略を巡らせるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。